エルフィューポインター48クモン秋を怪奇現象を信じますか短期で無能な私は事業の失敗やエルフィューポインター以下エルフィューに無謀な投資をして元妻にも迷惑をかけてしまい口では出せませんが反省以上の異形の境地ですただし他人から指を刺されても何一つやましいことはしていませんまた 祖母からもそのように生きることを悟されて育ちました。胸をかっさばいて中身を見せたい心境です。そんなこんなで離婚した元妻が収入のない情けない貧乏人の私を未だになってくれているのも宇宙人が介在しているのではないかと本気で思っています。私は幼少の頃から流行病、流行病や怪奇現象は 宇宙人が介在して起きる現象だと信じて腹黒い、横島な心を持った人生は送るまいと心に決め、73歳まで生きてきました。その根源を成すものが宇宙人だと信じてきました。様々なウイルス性の病気を予防するワクチンを人類が開発すれば、形を変えて新種のウイルスが発見されます。これら全てが宇宙人の仕業ではないかと考えています。 もしかすると人類より先にどこかの宇宙人がやってきていたのかもしれません。今回こんな馬鹿げた話をするのは私の身の周りで起きたことで先祖の成し得た噂などをよくよく考えてみると宇宙人が介在しているのではと思われるからです。まずは私の祖先にまつわる怪奇現象です。幼少の頃。 祖母や曽祖,祖母から聞かされた5代前の雲乗りますの話です。ますの詳細はよくわかりませんが、修験道の修行は弟子の数百倍も努力したという記録が古い修験道後の祠に書き残された記録からもうかがえます。ますは世間からは法力を持った人物として、また医療にも優れた才能を持ち合わせていて、大きな神社を束ねる神職と医療に従事していたそうです。 神社にはお米をお供えしますので、私の家にはお供え米を入れる大きな白壁作りの蔵がありました。そのノリマスは明治政府から功績を認められ、士族の位を与えられたそうです。我が公文家はこの時から不合の時代が続くのです。いつの時代でも、厄かみ、妬み、誹謗中傷は付きものです。士族の位を金で買ったなどと言われたそうです。 しかし、私の祖先は元を遡れば、壇の浦の活戦に敗れ、身を隠して河津台に奥深く逃げて人里離れた奥山で生き延びた腰抜け侍の子孫なのです。ある日、弟子たちを引いて修行していたのりますが、潮の道の途中にあるコンピラ坂で一斉に立ち小便をしている馬形を見て呪文を唱えたところ、出発しようとした馬が止まって動かなくなったそうです。 潮の道とは、山間の集落から農産物を赤岡まで馬や人で運び込んで販売し、塩や海産物などを持ち帰っていた昔の道のことです。この潮の道を再整備したのは、いとこの公文博信たちで、平成14年3月に倒れていた長石詰まり距離を長で記した石を起こしたことから再認識され出しました。 車社会の発達で姿を消そうとしていた私たちの先祖が荷物を担ぎ汗を流しながら歩いた歴史と文化を持つ鼓道を再現し次の世代に継承しようと地元有志の方々が上市物部町大戸地から江南市赤岡町までの約27キロの潮の道を復活しました詳しくは高知県のホームページで紹介しています私は弟の案内で 塩の道に建てられた看板と何の修行かわかりませんが、代に残されていた500度参りの記録を見ました。ノリマスの記録は2819度と記されていて、人一,一倍の努力が伺えるものです。ノリマスは県外にも知られていたのか、数十年前に徳島県から私の本家に、門家に伝わる秘伝を見せていただきたいと長老が訪ねて来られたそうです。しかし、 現在のクモン家にはそんなものはありません。その後も、その方が亡くなるまで年賀状の挨拶は続いていたそうです。超老犬の魂が宿る聖地。さて、次は私にちなんだ偶然かもしれませんが、怪奇現象についてお話しします。私は田中氏のエスコートで平成20年10月6日に米国オータムメモリー剣舎で繁殖用体メスを購入し、7日、 8日の2日間でエルフュー剣社を訪問する予定で10月3日に日本を立ち、時差の関係で米国には10月3日に到着しました。6日まで時間が十分あったので、エルフュー剣社創立者ロバート・ジー・ホイール、以下ボブの墓参りと妻のアトラ夫人を表敬訪問しようと思いました。ところが、田中氏が体調を崩してしまい、 急遽コースを変更して先にエルヒュー犬舎を訪問することになりました。このアクシデントによって、オータムメモリー犬舎で大メスを購入する前に、エルヒュー剣社の子犬が購入できるようになったのです。平成22年11月、米国エルヒュー剣社へ子犬を引き取りに行く途中、高知発羽田行きの機内放送で右手に富士山が見えていますが、 このように綺麗に見える富士山は非常に珍しいとのアナウンスが流れました。私の席は左側だったので、身を乗り出して富士山を見ました。真っ白な雲海の上に雪化粧をした霊峰富士がくっきりと浮かび、エルフューの引き取りを祝福してくれているのではないかと思いました。次は、西富士での出来事です。私は西富士の全国大会へは見学に3回、 それと春2回と秋2回出兼しました。いずれも晴天で終日霊宝富士が祝福してくれるかのごとく記念写真もたくさん撮りました。ところが今年の3月20日から開催された第74回全日本両野競技会決勝大会には渋い予選を勝ち抜くことができず出兼を諦めざるを得ませんでした。今大会は競技当日からノームのため 両権の確認に苦労されたとの話を聞きました。勝負をかけて全国大会へ出兼している出兼者からは品縮を買うかもしれませんが、私は正直言って勝利を目的に出兼しているのではありません。私にとっての霊峰富士と USA ブランド名は口では言い表せない特別な思いがあるのです。私の娘や孫たちにこの心境を話しても、 育った環境のせいか、富士山って単に高い山としか感じていません。私は死ぬまでに富士山頂に登りたいとずっと思っていましたが、心臓病の影響もあって諦めざるを得ません。この霊峰富士の広大なフィールドは、良くも悪くも超良県の魂が宿る聖地と思っています。だから、勝敗にこだわることなく、このフィールドを思う存分ハイトップで走らせることで、 私の心も晴れます。エルヒューは実量向きに訓練されていますのでレンジが非常に広くしかもスピードがありますこのスピードとレンジが広いため暴走してしまうのではないかと危惧されている方がおられると思いますがエルヒュー系統の絶妙な協調性は制御に向かって徐々に開花していきますまたそのような特質を開花させる訓練が要求されます したがって、もし出勤していたら、スタートと同時に思いっきり広く走らせたところで、深い霧に阻まれ、初めて経験するノームに対処できずうろたえたかもしれません。いずれにしても、愛犬と共に楽しくフィールドを狩ることができなかったのではと想像します。私はエルヒューを渋予選の弱勤部門へ2頭出勤しましたが、出勤等数7頭中。 最下位とレザーブでした。みっともなくて繰り上がりで出剣する気にもなれず諦めましたが、結果的には決勝大会に出剣しなくてよかったと本気で思っています。エルフュー剣舎グループの犬たちは、生まれながらにして優秀な知能を持って、ゲームを探して見つける強力なデザイアを備えています。また、 悪条件下でも追求できる決断力に裏打ちされた強いポイント本能と主人を喜ばせようとする明確なデザイヤーを持っています。エルヒューとは愛情豊かな気質、精神的な早熟性、闘争性、自主性、明確な大胆さ、積極性、ゲームに対してテキパキとした寄りつき、またトレーニングを受け入れる明確な意欲を持ち合わせた系統です。 このような優れた特質を持ち合わせたポインターでも、日頃から長量権、つまり実量権としての記事を借るための目的意識を持って鍛錬しなければ、絵に描いた餅になってしまいます。ビワ子 FT、その事例を少しお話ししたいと思います。私は昨年12月に開催された全日本予受県大会に出券するために西富士へ向かう途中、 滋賀県の安川河川敷で2日間キャンプをしました。その時、全両本部審査員や JFTA 審査員をされていた中村康雄氏からハートを提供していただき、訓練を手伝ってもらいました。この河川敷は有志によって立派に整備された日本一のフィールドだと思っています。 平成27年3月29日に、ビワコフィールドトライアル括弧会長中村康夫括弧とジルが開催されるということで、エルフューミシ、エルフュー島オブケースキタケ、エルフュージャパンアイス、エルフュージャパンアンナの4頭を出見するため、競技前日の午後11時過ぎに現地へ到着しました。愛犬の配便を済ませて、ワンタッチのテントを設営して、 ナイトキャップかっこ寝酒の晩酌かっこと汁を飲んで就寝しました。運転の疲れもあってか、4時過ぎまでぐっすりと眠れました。目が覚めると、競技フィールドでオスキジがけたたましく泣き始めました。少なくとも5、6話はいます。本大会の出見数は、4件8頭かっこエーセ7頭、ドクポ1頭かっこと汁。 ジャッケン十二頭かっこエーセ七頭エーポ五頭かっこ閉じる。聖剣二十三頭かっこエーセ十三頭エーポ八頭ドクポ二頭かっこ閉じるです。さて、どの犬がこの野生鳥をポイントできるのか楽しみにして競技に臨みました。競技は用件、ジャッケン、聖剣の順で行われました。アンナはジャッケン第一組でスタート。 アンナなりのフルパワーで広大な安川フィールドをもし予選だったら予選落ち確実な私が訓練した通りに嬉しそうに走りバードフィールドへ来るとポイントしましたしかし運悪く記事が飛翔できなかったのでアンナは記事を加えてしまいました島君は弱権第4組でスタート島君は時々深く刈り込んで姿が見えない場面があったので 自然取りへのポイントを期待していましたが、そのチャンスもなく包丁生地しかポイントすることができませんでした。島君が置き取りにポイントしたら、完璧なスタンチを示し余裕そのもので慌てることはありません。非正命令までゲームが動かない限り不動の姿勢を維持します。島君にゆっくり近づき、小さな声でグッドと褒めてやり、 ゴーと一声発すると一気にジャンプして飛び込みましたところが肝心のオスキジはシマ君の顎の下にいて飛翔しません再びゴーの命令でガブッと加えてしまいましたアイスはシマ君に続いてジャッケン大5組でスタートアイスの走りはアンナのダイナミックさとは違いキレの良い走りなのでアンナより多少レンジが狭いかもしれません アイスも押す生地にポイント。この生地は低く20メートルくらい飛んで逃げましたが、アイスが追いついて加え、私の元へ持ってこようとしたところ、相手犬に追われて振り切ろうとしましたが逃げ切れず、私の方へ逃げ帰ってきました。さて、午前中には妖犬と弱犬の競技が終了し、ランチタイムとなりました。愛犬を5頭の排便を済ませ、水を与えました。 この作業だけでも結構大変です。ちょうどそこにドッポ島の川淵氏が昼食だよと誘いに来てくれました。昼食場所へ行ってびっくり。まるで焼肉屋のようです。焼肉用コンロがずらりと並び、山盛りの肉が食べ放題です。味は天下一品。そこらの焼肉屋ではとても味わえない美味しさでした。昼食の後、 政権見第3組でミッチがスタート。ミッチは娘たちとは違い、昨年秋まで綱を外した自由な走りをさせていなかったこともあり、ショートレンジです。でも、エルフュー独特の協調性は抜群です。ここで余談ですが、私は体調が悪いので愛犬ごとを同時に運動させています。協調性の良い犬は安心して引くことができます。 ミッチは私のハンドルに乗って走りますが今までの野外運動では長いロープをつけて走らせていましたので前方に行けず仕方なく U ターンして左に曲がる癖がついてしまったようですこのフィールドでも左向けの U ターンが目立ちます出走して間もなくミッチがポイントしましたミッチは完璧なスタンチではないのですが米国では飛び込みは許されていないので ポイント宣言したものの、あえて犬が来て助けてくれないかと期待していましたが、そううまくはいきません。仕方がないのでスタンチの申告をして、ミッチの横へ行くと同時にウズラが飛び出しました。ミッチは飛翔ウズラを少し追いかけましたが、深追いもせず次のバードフィールドへと向かいました。私は右側の広いフィールドに向けてミッチを走らせ、 迂回えさせて、格好よくバードフィールドへ向かわせる作戦を取りました。午前中は向かい風でしたが、追い風に変わったので、この作戦は見事に成功したかに見えました。ところが、午前中のジのフィールドではポイントしません。匂いを探りながら、ジが包丁されていた場所を無視して、行き過ぎてから浅い草むら向けてミッチがポイントしました。当然、 ゲームはキジだと思い込んでいたのですが、上から覗き込んでもキジの姿が見えません。ミッチーは完璧なポイントスタイルを否定しません。仕方がないので、ポイントですと一応言って右手を少し上げました。あえて犬も来て飛翔させようとしますが、飛翔しません。私はアンプロをやってしまったのではと思っていたら、審査員が、 この場所へ前の組のうずらが潜り込んだと教えてくれました。やはりゲームはいて、最後にはミッシがうずらを加えていました。後で分かったことですが、聖剣用の生地はどこか違う場所に包丁していたそうで、ミーチはその生地を借り残してしまいました。弱剣3頭とミッチは未熟者ですが、結果はアイスが2位、アンナが3位、ミーチが聖剣レザーブ賞をいただきました。 ジャッケン二頭はたまたまゲームを包丁してくれていたので、バードワークでの入賞だと思います。私の犬は多少なりとも鼻を使って目的を持って走っているので、お一人のゲーム集を察知すればポイントするのは当たり前です。また、そのような訓練も行っています。極力早朝に泣き騒いだ生地を意識して走らせたつもりでしたが、 4頭ととも自然鳥を飛翔させせることがでできませんでした。結局このフィールドでは43頭を走りましたが自然鳥りには1頭もコンタクトできなかったようです私の犬は入賞したのですがこれは前もって包丁されていたに過ぎず自然鳥りとは大違いでしたこのフィールドの右端はイオンの大駐車場と建物に囲まれ左側は川なので 記事がこのフィールドから逃げ出したとは考えられません。一昔前師匠のもとで訓練していた時代には泣いた場所の数よりキジが多くいたのですが私の犬を含め情けなくて愕然としましたこんな調子でのんきで遊び中心の73年の歳月にはまだたくさんの怪奇現象がありますが宇宙人との結びつきが気になる今日この頃でもあります ポインターの毛色と特質。さて、今回は余談が長くなりましたが、ポインターの毛色と特質について少し触れてみたいと思います。これはあくまでも非常の知識ですので、絶対的な信頼性については自信がありません。しかし、日本記事に精通する超老権の作出には非常に大事なことだと思います。 私が輸入した繁殖用の JX とミッチの毛の色は白リバータンですが FDSB と全量には白リバーで登録しました。記録に記載されている米国の競技会におけるショーリグ・ウイナーのポインターの経路はホワイトブラックタン、ホワイトブラックティック、ホワイトブラックタンティック、ホワイトリバータン、ホワイトリバーティック、リバータンテ,テ,ティック、ホワイトオレンジティック、 ホワイトレモンティックという毛色があります。これらの特質をすべて把握しようにも、私の手元には明確な資料がありません。私が純粋エルヒューを入手した理由の一つが、ここに存在します。ボブは、良い長老犬の繁殖を可能にする繁殖者の条件は、優れた感性が要求されるので、努力して成功している音楽家、画家、彫刻家、あるいは作家だと言っています。 また、優秀なジャッジ、審査員、もこれに相当すると言われています。ボブはもちろんのこと、その代表的な人はビル・フォスターです。彼は優秀なジャッジでありながら、彼の描いた歴史ントンジェイクの油絵があります。この油絵は、米国エルヒュー県社で所蔵されています。私にはこのような能力は一切ありません。だからこそ、 能力がなくとも良い子犬が生まれる蓄地区に、米国エルヒュー剣舎直系を繁殖犬として求めたのです。要するに、良い犬を選択するための完璧な訓練技術がついていけないことと、目的の繁殖に成功するための繁殖期間に対して私の寿命が足りません。繁殖を試みたとしても、 結局、繁殖することで、両親より性能つまり特質の面で劣る繁殖しかできないと信じています。ボブは何度も書いていますが、レキシントンジェイクやエアーパイロットなどのクラスドッグを使って、血統を固定するまでには27年もの歳月を要しています。私の両友がエルフィュー系の繁殖を行って、白黒の子犬が生まれました。彼からその中に、 白黒でありながら茶色の毛がある子犬がいるが、これは雑種ではなかろうかという電話がありました。おそらく彼は初めての経験だったと思います。これは血統書の記載に間違いがなければ、決して雑種ではありません。L ー系以外のポインターでも茶色、つまりタンが出ることがあります。米系白黒ポインターは、 繁殖時点で良い犬と悪い犬に二等分されると言われます。そのため、米国の競技会では最近、白黒ポインターが激減しているという事実があります。すでにご存知の通り、米国チャンピオン戦での対象ゲームはうずらが一番よく使われます。その他にグラウス、ヤマシギ、フェザントつまり、米国のキジなどがあります。 これらのゲーム裁きはあまり難しくないようですが、日本記事になると非常に難しいと考えられています。端的に言うと、単色が現れた子犬たちは、日本記事に強い系統として生まれた可能性が高く、期待される子犬なのです。両友の犬はパラディンの系統が強いのか、白黒しか生まれないように感じます。 ちなみに私の師匠が繁殖したエルヒューロングライフル系からは数百頭繁殖しましたが白黒は1頭しか生まれませんでした今から45年くらい前の話ですが米系白黒ポインターは避けた方がよくリバーかオレンジのタンを選べと師匠から教わりましたただその理由は聞かされませんでした多分企業秘密だったのではないかと今になって思います 事実、米国の著名なブリーダーはタンやティックの模様は表に出さないで内部管理していると耳にしたことがあります。つまり、このタンやティックはその系統がどのようなゲームを得意とするかの鍵を握っているのです。そのため、敵を欺くために密かに管理している権者もあるということです。白黒タンも多分成長とともに目立たなくなると思いますが、 私は白黒のポインターは勝ったことがないのでよくわかりません。私が今回初めて繁殖したエルフューポインターの白リバータンは生後3ヶ月ともなるとタン色はわからなくなりました。余談ですが、私はエールヒューの血統書をホームページに掲載しています。その血統書を見たという人から電話がありました。その方は商社マンで、 領獣の代牛を輸入するためにフランスで長く暮らしながらポインテールの研究をされていたとのことです。彼はエルフィュー・ミッチの先祖を調べました。この系統は日本記事に強い系統なので、ミッチの腹を貸してほしいと言われました。私は貧乏していて、少しでもお金は欲しいのですが、エルフィュー系統を守り抜くという約束で繁殖用に譲渡していただいているので、 定調にお断りしましまた彼はミッチの腹を刈ることができなかったのでフランスから大メスを昨年末に輸入しました今回毛色によって日本記事に強い系統が期待できるタンについて書いてみました特にスコットランド経由のフランス系ポインターによく見られるようです私は数人の繁殖経験がある権車種に聞いてみましたがご存知でない方が多いようです もし、このタンの話が繁殖の良い結果に寄与できれば幸いです。